とやばい中途半端なメイクをしてしまったからちょっとメイクをつけたそう本当に中途半端っていうかほとんど何もしないんだけどねチークを適当につけてノーミラーメイク鼻も こんな感じでやばい、めっっちちゃいきなり配信始めちゃったでも今日はコナン見たくてどうしてもどうしてもコナン見たくてだから配信を早めに終わらせといてお風呂も入って完了な状態でコナンを見たいですねきちんピカピカありがとう今テレビ見てたんだよねずっと今日はイデカナテレビっ子でした とテレビを見てました今もだけど <laughs> 今歌のやつ見てるフォローしましたどういうことフォローしなかったのダンスとラーお疲れありがとう今日はダンスの覚えなきゃいけないのとかもあったからそれをしてでって感じの一日だったねヒロシさんあとありがとう すごいよねなんでさこのさ世代なんかいろんな世代の曲を知ってるじゃん皆さん皆さんっていうこのテレビ出てる方勉強してってるのかなこれ出るにあったってめっちゃ気になるやっぱ何この触覚あっピっピさんピカピカありがとう 何急いでないよーシェルさんありがとうコナン見れるかと思ったらよ見るかと思ったら予想通りのえっそうコナン見るために <laughs> やばいハマってしまったでも今日はあれ見てたなんかなんだっけなんか山荘の中の閉ざされた山荘の中でみたいななんかマジでおもろかったそれを見てた 昼だねしか見てないの今日寝てたわ普通に寝てないわ起きてたわスマホの設定たずっと届いたんですよあっあのよかった通知とか来てなくて届いたんですよセブンでもお前めっちゃ使える全然だって今日自分メールで送ったもん自撮りけど分かんなかったでしょちゃんとねこの画面みたいなところを 綺麗に設定した自分こんなこと今までしなくてしたことなかったんですよこういう何て言うんだろうなんか流行りのなんか色とか系統を揃えるやつこっちのスマホではやってないんですよこっちの配信してる方ではでもこっちは今しっかりやったさっき設定したでもめっちゃ使える全然自撮りと自撮りはこっちですることにした写真 が大変だから。埼玉の山登り。はありがとう。キャラシールといいね。キャラシールといい。自分の？自分のかな？ヒント長生き。ねえねえねえ長生きするのうち。雨の中見に行く。確かに聞いたことあってもなかなかそうなんだよね。そう。今日はもうずっと。 ずっと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 ,ずっとでやらなきゃいけないことをやってましたほんと大変ですよやらなきゃいけないことがあって今日はなんかやらなきゃいけないことっていうか覚えなきゃいけないことがいっぱいあったからねそれをやってた一人でずっと黙々とやってましたねボンチーさんさありがとう 髪の毛はげて,てないよはげてるやめてよこういう,うのほうが何ほうがってパイナミさんピカピカありがとうかまーつれさまでちゅうりやったほんと !?3 個ある合計しかも色が似てるこのタブレットとタブレットとほら色似てないこっちちょっとぐるなんか肌色こっちがピンク でも全然これきれいじゃないって思ったなんかきれいじゃない全然1万円だと思えないきれいさ普通にもっと刻あるかなと思ったけどちょっと画面が表の画面が割れてるぐらいでそれ以外なかったからよかったですねローソンで待ち始まるえ最高じゃん食べなきゃ無音ですえ無音昨日のポスト3万インプレッションいったえガチ うわ最悪やん恥ずかしいやん一億パズルで、ね、あったんだけどねもう出して出てたんだけどね長生きすると曲知るそうなの長生きしよう絶対長生きしよう <laughs> おもろテレビアイ h ン高くなったなっていう値段全然買ってないただ日本円どういうことアイド六恋なんだぞいいんだもんこんばんは色似てるよねあー今ちょっとテレビ見れた中古携帯かな買うかな好きいやだって本ね買わないよそんな新品なんて高い十何万もする そんなお金あったらディズニー行ってくるかアップル好きなんでえそれ以外使うことがもうかないねマッチチーズケーキやばなんかどっかでも売ってたのマッチチーズケーキみきやかミカピカありがとうエローソンのマッチ美味しいでしょおみなみさんあとありがとう設定5万すればよかったねえやに設定5万でどういうことあそれなインプレッションのやつ急に動きしてたら止まったかと思うじゃんあえ止まってないわテレビ見てた一瞬だけないしこの曲知ってるわと思って ティックトックで入ってる休暇してるんだけどね。同じやつはにうちわを作るんだけどかなうというどっちがいいかなかなう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 ,う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 が見やすい。なんかどこにでもみんなかなうっていうやつ持っててくれるとあーってなるからね見やすいよ。ラッキーさんやっほ今日も可愛くないよ。おはようー。実は絵本7話ぐらいからね、段全然上がってないぞ。え え,えなんかさ使いづらいみたいな言われたからさ使いづらいのかなと思ったら全然さなんか使いづらくないよめっちゃ使いやすいよしっかり自撮りも取れちゃうでもさこうスマホこっちのスマホの方でさ課金してたのよ、ね、アプリ加工アプリを課金しててでもさなんかできないんだよねこっちにできなくてさこっちの方したくて課金な,なんて言うんだなんかそのその ここのこっちに入ってるアカウントみたいなこっちに持ってきたいのにできないんですようどうなんだろうなんか変かななかなかいいんじゃないうちわの文字「なかう」じゃなくて「かな <laughs> 必かなう でもなかなかいいものが取れる、取れてるよ。しかも本ボタンあると使いやすい。アップラ ID 一緒、え、なんか自分、自分やばくて、なんかそれ意味わかんなくて、意味わかんないことが起きて普通にスマホで。なんかメールアドレスは、なんか、Y とか、Y、Y、メールアドレス、Y、メールアドレスとアップル ID が違うんですよ。でもなんか、 メールアドレスが2つあってなんか前の携帯の方で使ってたやつがなんかな何て言うの前の方で使ってたメールアドレスはこっちのここのこの新しいスマホあこ今はこれとか関係なくて普通にこれとか関係なくてこっちのスマホおととしの11月にスマホ変えたんだけどおととしねうちが高3の時の11月にスマホ12月にスマホ変えてその時に メールアドレスが変わったんですよそうメールアドレス変わっちゃったんだけどアップル ID が変わってなくてスマホのアップル ID が変わってなかったんですよでなんかよくわからない状態になってるなんか大体アップル ID とメアドって一緒だけどできなくてその設定が今自分でやったけどそしたらなんか次はメールが受信できなくなっちゃってだからもうよう分からんもうだから アプリ ID とメールアドレス変わった。メールアドレス変えてなかた、えメールアドレスは変えた。メールアドレスは変えた。ですよ。メールアドレスは変えたんですけど、あのアップリ ID がスマホ変わった時に変わらなかったから、なんかよくわからない状態になっちゃったよって感じ。自分でもよくわからないよって感じ。<laughs> うちゃんまたもって応援してありがとう嬉しいよそんなこと言ってくれて嬉しすぎて涙泣いてないけど背景は緑背景は水色カバーを水色にしたから水色にしたまあ何も設定しないこれも今なんか適当に設定した青ここに適当に 青にしようと思って青にしただけこれはカバーで青になるからもう全部これは青になる最近水色好き緑もいいけどねローソンの街めっちゃ美味しいから飲んでみてえなんか誰か美味しい情報ないのなんかお腹空すいてきた食べたいなんかそういう美味しい食べ物美味しい食べ物が食べたいまあ食べ物って大体美味しいけど美味しい食べ物が。 なんか楽しそうだな、いいな、自分も出たいな、これ。楽しそう <laughs>。いや、なんか人生楽しそう。なんか、いいな、人生楽しみたい。人生。超もんだよね、なんか。こういうテレビ番組とか見てるとさ。 えー、それな !1 億バズ来週で終わっちゃうよどうするみんな待ってるね21日まで今日何日今日19か21日までが受付されてるので皆さんたくさん送ってくださーいじゃ <laughs> あのマジアップル ID 分からないなあツインさんやっほーみんなやっほうユ、えー、さんやっほーやヤさ,さ,さんユリ様何言ってるか全然分からんそれな1億バズりやったー週末こんばん い言って思ったことをただただ口にするか今なんだよ。一回考えたから、えじゃあ一回考えるじゃん。一回考える自分が何言いたいか一回考える。えー、えー、なんえそうアイディーが変わらなかったアイディーアップルアイディーがつまりそういうこと。ただそれだけのことなのに <laughs>、なんか遠回り五周ぐらい遠回りしたわ。とあとセイライありがとう。えじゃあ昨日のさ。 1> 1億バズの感想を聞かせてよ自分最初しか出なかったけどどういやなんか嫌だったどうとかいやいややっぱ感想聞きたくないわあれ気持ち悪いもん自分でああいうのって自分で見たくないんだよねマジで吐き気しちゃう,うえ吉川さんありがとうファリマでマッチフェスやってるホンえっァリマ行こうかなホリマファイマ 新しい携帯ってウキウキするそれだわかるウキウキするもうそれだけで5時間ぐらいあのね5時間ぐらいスマホいじってたもんその新しいウキウキだけで浦部さんピカピカありがとうとりあえずアップル ID 一緒にしないと無駄になるえどういうことどういうこと変えるってことアップル ID もうよくわかんないことになってるんだよね1時間の生放送めっちゃ楽しみそれな 設定アプリの左上左上奥田ちゃんかわいいか別に他の人かわいいとか言っても自分興味ないし他の人のこともうね最近ねもう最近ねなんかねなんか最近さあのさ何だっけ高校生の時とかさなんか裏垢とかでさなんかさ <laughs> なんか文句とか書くじゃんよく高校生の時とかって。 なんかだ誰にも見られないやつでねただの自分の吐き口みたいなそれがさないからさマジでさそれがないからマジでさ LINE で一人グループ作ろうかなかなめっちゃキュンキュンだったえ本ほんと嬉しいもう恥ずかしかったあれ静岡弁えなんかさ付き合わまいとかさ言ったことないんだけど泡わまいっていう方言を使ったことなかったからびっくりした自分付き合わまい もうやだ二度と胸キュンもう恥ずかしいのでもう胸キュンは二度とあんまりやりたくないですねコナンの何したら怒るネタバレ ?2 曲肌ありがとうラーってえそう静岡ね語尾にラーつけるなんてとかなら,だら手動飛び飛びありがとう設定アプリの一番押してみてえっちこっちのスマホだからねできないんだよねこっちアップル ID あれしなかったつな一回つなげたけど切った静岡の方言めっちゃよかったな 本当何てなとだらなんだからとか。ていさんビカビカありがとう。ヒーターせられため。あっそう。あそうそうそう。もううち,うち最近で、ね、他人の話する人ものこと嫌いになる。嫌いになるから。あなんか目に入ってるぞ。眼球に見えたぞ。うわすごい目から取り出したまつげを。いった。 この前まつげ2本目には中に入っててびっくりした。今やって。え、じゃ今できないよこの相撲だから。加藤さん、ありがとう。他の職場へのいいことですよ。方言話す女子って気をする。ええじゃあ、言っちゃう方言。いや、分からん。<laughs> けど方言ないんだよね、自分。静岡って本当に何度かラーとかしかないから、だらとかはよく使うけど、それ以外ないっていうなんか微妙な場所なんだよね。最から以外好きな色あるえ水色、水色、水色、水色。絶対に水色。 最近水色にハマってる。うん、裏垢とかどんな規則が悪いんだよ。ええええ,え高校生はみんなそうでしょ。じゃ一人ごとみたいな。悪口とかじゃなくて一人ごと。悪口なっちょっと悪口じゃない。<laughs> 悪口ってやばいやつ。一人ごと。なんかめちゃめっちゃ一人ごと。 よく自分 X とか独り言言ってたわ何かなんか <laughs> 電車の中でたそがれてる自分草とかなんかそういうそういう一言めっちゃ投稿してたことがあったけど今はもうやってないけどね高校の時にね投稿してたりしてた懐かしいですねそういう日もありましたねちょっと待って。 胸キュアも NG 胸キュアもやらないですよ胸キュアもやりたくない <laughs> 普段はもう静岡部普段静岡部何があるんだろうズラんとかズラって言うのネット書くの <laughs> もうやってないですよ私はそのスマホのつけキけンマッキあれはね自分撮ってたんですよ <laughs> 今手に持ってるえこれじゃあこれだからこっちがこっちをなんか設定してないんだよこっちのスマホは。 しなくてなんか設定の子行くとああったえー、どうやってやるのえー、でもなんかやだなんか意味わかんなくなったらやだもん消したくない思い出とかあるじゃんいや特にないけどうわーこれめっちゃ使いやすいこのスマホでも写真がさ なんか別にこっちに移動しなくてよかった写真がさいっぱいあってさ全然いらない7000枚もあるいらないんだけど全然なんか消そう消していいのこれ消したらさ本当のスマホの方は消えないなんかよくわからないんだよね本当に余分なことしできない怖いから「ラー」えなんとか「2」ってつかの今日もっと清晰やったー だらみんなこんまんまつげ目に入って痛いら使い方間違ってるら <laughs> 使い方間違ってるらんかでも自分もさあの胸キュンのやつでさなんか言ったじゃん言葉「なんとかだらなんとからみたいな「今からサッカーするら」みたいななんかさえそれはさなんかさ「今からサッカーするら」はさなんかさわかんないうちがさずっと静岡住んでて思うんだけどさ 今からサッカーするらってさ使わないと思う普通になんか強制じゃない今からサッカーするでするするらってなんかさ強制じゃんしないって断れ断りにくい状況だよねあれめっちゃあちょっと今日用事があって帰るとか言えない状況だよね今からサッカーするら暇だら <laughs> 決めつけてるの暇だって裏垢でポエム書いてまえそう裏垢でポエム書いてる 書いてないよ今は水色緑で打ち合え良、ー、よさそうヤう静岡部今一番いいなもうとに書くの確かに安心安全でも何も今今何も書いてないだからねなんかねもうねストレスがたまる <laughs> こうやってねみんなにみんながこうやって配信でうちに対しての悪口をねみんなは言ってないけどなんかうちに対しての悪口を言う人は せいでね、もうもうママにチクっちゃおう <laughs> もう先生に言っちゃうから <laughs> だから今から設定えー、えー、えええええ分かんないよ静岡で調べたらのつのつするよりタコルとか始めたえタコルは自分めっちゃ使ってたばあばがめっちゃ使ってた、はあ今日も学校タコったのみたいな「アイクラウド同期かなちゃんら走ってきて胸キュン開いちゃいいほうよかったやった 消える言い方強くなるそうえっ今からサッカーするだとは言わないよねそうそれは自分も思ったんですよでもあの台本を自分で考えてたんですよマジでマジでもう妄想を膨らませながら楽しいニヤニヤしながら書いたもんあれ <laughs> ニヤニヤ楽しいなって思って。 なんとから初めて聞いたのかな本当えじゃああんま聞かないのかな設定アイクラウド、写真はオフ設定アイクラウド、写真はオフ楽炎上するか気をつけるわ気をつけるな大丈夫私はそんなんないんでそんなの炎上するおもろいよでもうちそういうネタ見るの好き、まあ、なんか炎上炎上ネタ大好きクラウド これ。着信音。着信音だ。すごい。ンンンえ、お。オフになってるよ、写真。じゃ、なんでここにいっぱいあるの。 っていう写真がいっぱい出てきたんだけどどういうことえなんかおもろなんかマジで高校生ぶりに見たような写真がいっぱいあるんだけどついにどういう事件えなんでえなんでえ,えこっちになかった写真がこっちから出てきたえっ、ー、<laughs> どういうこと怖いよスマホって。 道使,使うよ自分タコル誰かの悪口かな悪口言わないよいい子だもん人の悪口言わないよに怖い人間に怖い人間いるからいっぱい写真出てきたんだけど 懐かしいめっちゃえ懐かしい,かしい高校生の写真出てくるんだけどなんですごすご,すご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 普通にこのスマホの能力すごすぎえ消さないとここっちのスマホに入ってないからえすごあ熱海プリンあるよ熱海プリン <laughs> 高校生の写真 位になる瞬間映画の分かんないみんな1位にしてください10万ぐらいしちゃるけど夜なんでどういうこと夜の,の愛フォー n e のその自分って確かにライブ会場に流そうかチューイン中何チューインえ大丈夫えバイト1時間2000円何すると思いますか電気の故障を直すとか タコルっててボコボコにするって意味ではないろえタコルはサボるっていう意味えめっちゃ懐かしい湯葉の写真とかある湯葉 <laughs> やばなんかその頃流行ってたインフルエンサーとかがわかるよね めっちゃ保存してるからこの子この方が流行ってたんだとかすごっ石川カレンさんっているじゃん今あの有名っていうかインフルエンサーみたいな TGC にも出てたその方の TikTok が保存されてるその頃めっちゃ人気だったのかなすごいね今も一生ずっといるって。 え静岡弁ってさ合ってるの静岡弁で静岡か分かんのかなかったんか演習とかさそういう系かと思ったんだけど富士山ポーズその写真投稿しろえ投稿その写真を投稿え,なん,かえなんかマジやばい写真しかないなんか寝っ転がって変顔してる写真とか <laughs> やばいなんかなんでなんか多分自分ってそもそも何か高校生の時とかって自撮りする習慣なかったのねだからなんか自分の自撮りがあるとしたらなんか大体変顔をして友達に送りつけてるみたいな写真しかないのねだからまじまともな写真ない気がするんだけどあるかなほんとにないなんかもう変顔って感じおもろ変顔 自分のダイエット食事が出てきた見てキュウリこれいつもだろう2020年だからえ二2020年って自分が高校何年生の時のやつ ?2020 年でしょ4年前だから高 2? 高1かやばしかもやばいこの食事普通に。 納豆卵違う豆腐に納豆かけたやつときゅうりんか偉っ <laughs> なんかダイエットしてそう痛いところはどうしゃるネットオドースペースにあったってことえ全然知らなかったんだけど B 別のフォルダーとかに移せないのえ別のフォルダーとかに移せないわかんないなんか全然もうわからんしちんぷんくんぷんだからネットでもさなんかなんとかプロトコルとかさ 出てきたんですよ調べてたらそのいろんなねなんかどういうことだろうと思ってさこう単語がバンバン出てくるじゃんそれでなんかプロトコルとかさ出てきて自分高校の頃情報コースだったからなんかそういうさ単語とかめっちゃ習うのね検定とか取るから「懐かしい!」って思った「やば懐かしすぎる!」って思ったいろんな情報系の言葉って思いましたあこの頃は鶴島のは さんにハマってた時期だこの間 TGC にい,たいましたよねマジで可愛かったえもうインターネット上に高校生の方の写真はないですね高校生の方の写真いっぱいあるよあメイちゃんの写真がいっぱいあるもうかわいいやばい愛しい愛しい愛しなもん 僕は仕入れもんウサギじゃないもん男の子の子を犬だもん甘いのかはいいのかわいい山下さんビカビカありがとうありがとう配信めちゃくえじゃコメントつまらなくない昨日さめっちゃ久々にさごちゃん見たんだよねそういえば なんかおもろいかいら後で見よすごいなんかおもろいですねこんなこんな写真もあるんだみたいなボコる犬ドラさん誰もありがとう昨日本通りにいたらそう面白そうです犬ドさんあとありがとうたま作るだけしてもいたっちえええそう写真見たらその時になんかえなんかさっきからさ窓からさなんか自然感じて怖いんだけどカーデしてないから マジで最近怖いえ、えー、最近怖いことばっかなん,なんかさ自分さ昨日帰ってきたらさなんか部屋がさなんか自分の匂いじゃない匂いがしてマジで怖かったやばって思ったな誰か入った <laughs> なんかめっちゃ全然違う匂いした絨毯かな分かんないけどなんか自分の匂いじゃなかった絶対変顔投稿厳しかったらメールメールで送ろうかな なんとからあって疑問形え、なんかなんとかでしょみたいな感じ。なんとかでしょ今日の投稿。やばい、もう今日の投稿。もうどうしよう。コナン見ましたとか。ジョン・ドゥース疲れ。ありがとう。焼ききゅうり。そう。私のきゅうり。2009。やばすごいな。めっちゃ健康的だよね、きゅうり。きゅうり大好きだったな。ダイエットの時、きゅうりともやししか食べてなかった。あ、確かに。プロフィール。確かに。変えようかな。プロトコルは約束。 P P みたいな方言部門 NG やったえ、方言部門は自分方言はあれしか出してないんだよね。だからないかもしれない。他の部門あったけど、あった。NG?NG? N G? でも自分で取って自分でやなんか、出するんだよね。これなんか収があったのえー、特にない。けど、アロタイトル。ああ。あ <laughs> なんと言ったらいいのか。<laughs> 確かにあれはびっくりするよねうちもねびっくりしたどういうことかなってちょっとよく分からなかったええー、窓に向かって目目するといいいやマジで怖い最近目線しか感じない影開いてないよ生き量え待ってほんと生き量とか普通にいそうでさマジで怖いやめてよみんな チュラッペさんやっほーチュラピさん最近集計してないの気になるうわーチョコが落ちてるさっきチョコケーキ食べたんだよ最悪チョコケーキっておかしいねチョコが落ちてるよー、えー、最悪切ったな後で掃除しようごちゃん見たの感想うんなんか特になんもなかった <laughs>、えー、ポップさん ポポッッププささんんって何ポップさんって知ってるよえうちいろんな単語知ってるよだってやってたもんインプトみたいなやつも <laughs> 読み方とか知らないけど単語いっぱい知ってるゲームでゲットしてるそうそうトさんありがとう そうスマホで写真を撮って保存してインターネットの保存庫ここにバックアップして端末から除しても「えっ、ー、分かんないよ」もう分かんないインターネットは難しい自分情報コースだったけどさなんかさなんかがなんんなかたださ単語をさ理解せずにさ覚えてただけだったからさ何したんだろう3年間自分マジで思うなんかみんなはさあのみんなはさなんか。 もうみんなはな何んか意味を理解してしっかりさそれを有効活用できる仕事とかについてのにさ自分は商業会ってさもう何か <laughs> 何も覚えてないっていう検定だけ持ったペーパードライバーみたいなペーパー検検検定ペーパーペーパー何も意味ない検定ゲットしたよみたいなもっと勉強しておけばそうなんだよねめっちゃ勉強したつもりなんだけど 勉強できてなかったみたみい <laughs> メール設定メール設定えできない <laughs> えでもプログラミングとかはやってたよなんかでもあれ意味意味分からずやってたもんなんかとりあえずそれっぽいものをちなんか当てはめてたなんかすごい、ま、めっちゃ難しくてプログラミング自分は自分の中で難しかったんだけどなんかなんか マジ意味わかんんないいいやつがいっぱい並むんですよみんなに見せてあげる本当にもう憂鬱だったよプログラミングの授業もう知らん単語がいっぱい並んでんのふむふむキーボード打てるそうえそうそれっぽいのじゃダメなのに自分はそれでやってたからマジで最悪な感じだったあるかななんか。 もうマジでやばいよあこれとかえもう普通になんか何って感じ何を喋ってるのって感じのものが多かった検定 <laughs> 普通に事件だよね理解できなかった初見ですどんなの見たいどんなのこれこれ見してあげるよ今調べたら出てきたこういうのを えマジでうち理解できなかったこういうやつこういうのとかもう適当に埋めてた適当に埋めてたこれ自分 <laughs> 当たったらラッキーみたいな <laughs> フローチャートえ何フローチャートって <laughs> もうねやばあでも一応ね検定取ったんだよ何個か何個も Java みたいなやつとかもうわかんないけどいっぱいあったんですよこういうのを地獄だったねそれで先生とかさこう隣に来て説明し始めるじゃん説明されてももう絶対わかんなかった一番難しいのは検定の最後の問題の方になんか自分でなんか文章作るやつがあってそれが難しかった一番衣替えみたいなものでつまなんてもとんだくちいえそうそれが難しい 当たったたらラッキーでギャンブル <laughs> そうなんか、まあ、当たればいいかなみたいな感じでやったらあとなんかえやばいそれで一回な,なんか78点ぐらい取ったことあってすごくないその、まあ、当たればいいかなみたいな多分これはこうだなみたいな過去問とかたくさんやってたからなんんかが当たるんですよだからそれ勘でめっちゃやって78点取ったことあります 大初ももしかしたら電卓の方が良かったかもなんか2個あって情報となんかその電卓系があってでも自分なんかパソコンいじりたいからとか言って情報言ったんだけど絶対電卓の方があってたなって思う自分お風呂で使うお風呂で使うフローチャートお風呂で使うから ?Java 前に資格取ったの見せて,てくれたそう資格は取ってるんですよ一応、えー、言語 言語衣替えはからない。何衣替え服があるやつでしょ。あっ、えっ、え,え,えそういうの、そういうの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 マジでわからない。マジで分からなかった。すごいよね。ちょっとそうちの図言うのかなじゃないよね。そう、自分マジで噛んで生きてる最近人生。さっきの図は、い,いえ、B。答えて結果を出す。 でもんええそうそういうのマジで無理だった手段でんたっけんああんかそんなんやったもうなんか検定の名前覚えてないんだよなんか繰り越しなんちゃだとかさそういうのとかやっいっぱいやったけど覚えてない <laughs> 受かったらラッキーで STU 受けましたかなの,の人生すごいこれが私の人生だもんえ違う違う違う STU はう受けたら受かったらラッキーとかじゃないよ 入たたかったよ自分はじゃあじゃあスクリプト3期生一般常識一般常識任せてくださいコーラ飲んでるよ美味しいもん <laughs> これか私の人生んさんこんばんは最近はポトテンが流行って何ポトテンってポ ほっすんえ何わかんない <laughs> 英語読めない英語読めないよ眠いよ5月病かもしんないなんかもうやる気が起きない5月病え自分さ5月病なんですよほんとにマジ5月病高校の時5月になった瞬間学校行きたくなかったもん <laughs> 五月病じ者五月病って治るの何五月病ってそもそも服の整理も写真の整理と同じことえー、整理苦手こんばんは母さんハタあ,ありがとうパイソンって何ダイソンヒザキシャラシャシャ,シャ,シャ,シャ話から来て母さんボイス見るからったえ撮ったよ撮ったよ撮ったよ めっち何かかったなんか恥ずかしくて普通に濃いで置くの恥ずかしくて「あ誕生日ょおめでとう」みたいなまだ4月連休校行くのつらいえっそうそうゴールデンウィーク終わった後に学校行くのがマジで地獄だったでもう今そもそも私たちはゴールデンウィークなんてものがないからねな行くも行かないもないんだけど年中5月病そうだか,だからねもうすごいと思うなんか朝からお仕事行って働いてる方 を見てすごいなって思う朝から学校行ったりする人見て尊敬しています人生の大先輩ですこんばんはいや見たけどもう終わっちゃう終わらないよ終わるよ終わるよもうそろそろ8時15分ぐらいに終わろうかな10月まで5月日だったことあるえそれもうやばただのサボりじゃん5月日あるのかなこんばんはでもねなんか自分はそういうの甘えだみたいな 家庭で育ってきたから、ま、一番それがいいと思うそうやってね強く生きさせられるのがいいと思う「五月病は甘えです」ってね「甘えだ」って生き,られ生きてきたからそんなみんな学校は行きたくないのに五月病という言い訳をつけて行かないだけなんですよ本当に人間ってよくない。 はたありがとう唐唐揚げの海味何唐揚げげのの味味何ってどういうことどういうこと ?4 月にで生活が変わって1ヶ月たったやむのが5月あそうなのあそうなの去年の5月何してるんだろうでも去年の5月暇だったとかイエ <laughs> <laughs> ローハーありがとうツアーが決まってるぐらいかな吸引力が落ちない掃除機でしょダイソンは最近見なくなったのイエローハーありがとういつから5年もかもしれない自分 5月の6までっっててのは知ってるよやばい最近さんはなんかそうもうなんかもうダメダメ <laughs> 歌と思って考えて嬉しい甘いもう最近はね自分をあの自分を叩かないようにしたわもう自分を自分のこと叩くじゃん自分のことあんま好きじゃないからもうやめた実際甘いえそう実際甘いだよねチョンさんもうそうやって育ってきたからそういう家庭で育ってきたからなんかさ すごいうなんだろうなんかでも強かったもん五月病なんて甘えだって思ってたクワのグッズ持ってないよちろんみきゃくはありがとうスラゴイジュタイムそうグータラ大好きなんかでもそうやっぱさちょ思ったの高校生活の時に何回かなんかニートニートを経験したんですよ自分高校生活の時に五回ぐらい五ヶ月ぐらいニート してたんですよ。アニートっていうのはバイトしてなかったってことね。もう部活もバイトもな何もしてない時があって。その時期。時期はもうお金もないし、なんか。世間から置いてかれてて、すごい嫌でしたね。なんか。え、なんていうの、なんかね。もう。なんかね、なん、なんていうんだろう、なんかみんなはさ。楽しんだりしてるのにさ、日々を。じゃあそれもできなくてさ。 バイト行ってないからおないいかからら <laughs> おだからマジでマジ苦痛だっただから働かないって苦痛なんだよねあっ業ああ福山のお話し会があったわそうじゃんあったやんで訂正してんのよえ知らんよかなんかなんも知らんわかんないよ <laughs> こんばんはコーラすくってるどこであんであんあんって何赤毛のアン 今日も高校疲れうわ高校行きたいアマゾンえアマゾンね <laughs> 今日アマゾンでスマホケース買ったばっかなのに一緒にやればよかったアマゾンめっちゃ好きアマゾン大好きも一生アマゾンでいたいシャトルラン来週おかみになってシャトルランうわうちマジで無理だったなシャトルラン懐かしいやば懐かしい懐かしいですね <laughs> 強くなれる強くなれる 高尾さんが実は今年なんか自分たちは分からないけど肉薄がなんかもうやばいぐらいに多分うちら全然進んでないっていう事件が起きてるから肉薄ドレッスンとかで埋まりそうな気がした自分は。だからねこれでいくは無理ですね。 文化祭行きたい学校の6月ぐらいにきっと終わるからお願いします去年は行けなくて本当に今年は保健の先生がかなに会いたいって言ってたって言ったからだからかなは行く絶対にミートミートボールだったかなバイトしてない時あったよ倒産した時かなかながかわいことかなはかわいくないニートしてたそういやでも高校は行ってたよ高校行ってたからニートじゃないんだけど学生なんですけど なんか、ニートの気持ちになる。バイトしてないだけで。だって学校帰ってきて超暇じゃん。お金もないし。ニートじゃん。こんばんは。コロナで緊急事態宣言え緊急事態宣言の時マジでさ、自分マジで退屈でさ、いとこいとこの家にずーっと泊まってたよ。いとこの家泊まって毎日、泊まって。なんか <laughs>、なんか学校もなんか、なんか、 アプリ入れてクラッシーだっけなんかクラッシーみたいなア,アプリ入れてなんかこう朝起きてもう起き,て起きた状態で朝の健康観察だけなんかオンラインでするのねそれ以外は何も何もしないんだけど健康観察だけするから朝起きなきゃいけないのでももうこんなこんな顔して寝起きでもうメガネとマスクしてもうやばすぎてそうやってたね でもマジで自粛期間の時は自分高校入った年としても丸々かぶってたから中3の終わりと高3の高校始まってからぐらいがもうずっとピークだったから高校の時はだから高1はほぼ何もしないよ家にいたか本当に夏ぐらいはマジ何もしなかった気がするうるさいママ マジで何もしてなかったでもだからといって勉強してなかったかも <laughs> か勉強するべきだったのかな分かんないけど高校生バイトするのは当,当たり前じゃない分かんない自分はお小遣いな,かない人だからしてたけど他人と比べちゃダメだよ高校生バイトするのは当たり前なのか セールえセール中なのええ自分セールしてなかったんだけどアマ,アマゾン頼んだ時トムトムさんピクピクありがとう一生アマゾンにいたいそうアマゾンにいたいアマゾンにいたい仮面ライダーああうんアマゾントムトムさんありがとうミキヤがありがとう話女はもうそこにえー、すごいいつまで高校生勤務なんや高校生勤務じゃないけど 戻りたくなる時はあるとあよねでもさでも戻れないんですよ高校生だから別に気分だけは浸ってたいんですよあやばぱ顔パンパンになったな自分もうやばい痩せた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 神奈川県ゆ何したのん父さん加藤さんありがとう。ン好きなのかジャングル え、違うアマゾンアマゾンが好きアマゾンが好きなんかアマゾンあるじゃんアプリとかそういうのが好き無なしえフラフェス出ないのでもでもさあたりが、辞職期間かぶった。分散えぇ、ー、そんなもあったね健康観察6回してえ、それなわし懐かしい。懐かしいなぁ。 なんか絶対朝の8時までにアプリで体温を入れなきゃいけないみたいなあった本当にもう起きるのが苦痛で仕方なかったかなおちゃんしか勝たんやったー嬉しいほんとつらかったよねどうもどうもさんありがとうにきさんで確かにそっかえじゃあ自分がもしさその年で入ってたらさ入ってたらこうあ高校生で入ってたってことかもしに知性さんのやつ受けたとしたら オーディションやっってること知らんかった今日からセール始まったのなんか買おうかなダメダメこうやってねセールっていう言葉に騙されてたくさん買,買おうとしてしまう高校の制服着たい制服は売られてない売,売ってない思い出だし普通に制服着て遊びたいコスプレで遊びたい友達と制服リズムにしたい撮ってるだから今日暑かった今日外出てないな出たわそういえば。 台本買って懐かしいよねはい元気ですヒデカなウの元気挨拶なるんだってのにまささピクピクありがとうどうもどうもさあありがとうまだまだえ二22日えっ短っこのセル台本買えばよかった、ね、えアマアマゾンアマゾンアマゾンでスマホって売ってるんですか 僕は製造業だもんねこの中も生活あそっかそれはいいね確かに握手したいよよし医者はいいにしよううんかっこ悪いオンライン大変だよね言葉伝わんないし 13位加藤さん12位トマトバさん11位ジョン・ドーさん10位 DM さん9位エイトールさん8位吉川さん7位キッチンさん6位マッピナピさん5位空川おにゃつさん4位シルさん3位ダースーさん2位トマトムさん1位山下さんありがとうありがとうねダンスレッスンしてるわしとるわしてるんだけどうちダンスレッスン毎日かなに言わないで俺もこうなんかかがないしおしてた メンバーの家にえ最近行ってないよろはいちゃんもしないうんもしないですバイバイ